続いてはヨゲンドラ・プラニクさん。インドからやってきたソフトウェア関係のビジネスマンです。プラニクさんは9年前学生として初めて来日しました。その時知り合った中国人の女性と結婚、その後男の子を授かりました。いつかは家族揃っての日本での暮らしを望んでいますが、現在妻は中国の大学で日本語を教えています。息子のチヌ君はプラニクさんが育てています。自分と妻が共に学んだ日本語をチヌ君にも覚えてもらいたいと考えました。交通事故の少なさなど安全面では日本の住みやすさを実感するというプラニクさん。でもチヌ君の教育では壁にもぶつかっています。外国人という理由でチヌ君を受け入れてくれない保育園がありました。インターナショナルスクールに入れたいとも考えますが、経済的に負担がかかります。どうしたものか答えは出ていません。職場では文化の違いを感じることもたびたびです。大手写真関連メーカーに勤めるプラニクさん、日本語や英語など5つの言語を操り、国際的なマーケティングの仕事をしています。その特に議題とかは、はい、例えばどういうマスターチームですね、ちょっと確認して、ちょっと時間とか調整して返してください。はい、はい、分かりました。じゃあその旨を書いておきます。はい、はい、やりがいは強く感じていますが、時に物足りなさを感じるのがコミュニケーションの取り方。インドでは世の中の出来事について社員みんなが活発に議論するのが当たり前だったからです。自分がインド人ですから、やっぱりどうしても仕事だけっていうのもちょっとつまらない、退屈でもあるし、やっぱりみんなと一緒にこう話し合ったりして、いろんな話をしたりして、やっぱりそういう現場が好きかなっていう感じですね。日本の住みやすい点と住みにくい点を考えたいと弁論大会に参加しました。今年の1月、東京都から千葉県に引っ越しました。引っ越して間もなく3歳半の息子が近くの公園でマミちゃんと友達になりました。ところが 4,5 日経つとマミちゃんが来なくなってしまいました。しかし息子が毎日マミちゃんに会いたいというので、マミちゃんの親を訪ね、息子と一緒に遊んでもらえないかと頼みましたが、いろいろな理由で断られました。同じようなことが息子の入園時にもありました。数カ所の保育園では外国人はちょっとと言われ、外国人だから相手にしてくれなかったのです。外国人が抱えている悩みは生活難だけではなく、就職面においてもかなりの不便さを感じています。例えば外国人はよく派遣されますが、中には3次派遣4次派遣も少なくありません。したがって間に入っている会社の利益分が向上された後、本人の手元に届く給料はそのほんの一部しかありません。自分が調べた範囲では同じぐらいの教育レベル、実力レベルのエンジニアの給料は15万円から60万円までばらついています。その他社内情報交換や責任分担などの面でも平等に扱われないことがあります。また医療保険や年金に加入させなかったり、長期雇用を保障しなかったり、就労ビザに必要な支援を与えなかったりすることもあります。次に取り上げたいのは行政機関面ですが、市役所や市民病院などは外国語のサポートがほとんどないため、日本語ができない外国人、特に主婦たちには困ることが多いんです。言葉の壁が大きくて日常の生活も 楽にできない状況に置かれています。さてこれらの事例の人々にとって日本はまさに住みやすいでしょうか。住みやすいと思われる方、手を挙げてください。
やはり私が思った通り住みやすいと思う方いないようですね。手は上がらないです。ではどうしましょうか。住みやすい日本というよりも誰もが住みやすい日本を一緒に考えてみませんか。少子高齢化社会や団塊世帯の問題に圧倒されている日本の今後の成功のためには日産社長、ジーコ監督からはじめ私どもの力も必要かと思います。最後になりますが、皆さんまだまだ日本に来たい外国人がいます。就職、留学、そしてその家族。しかし様々な壁がまだまだあります。その壁の一部を今日知っていただけたと思いますので、これから共に頑張って誰もが来やすい、そして誰もが住みやすい日本を目指し、心の扉をもう少し開いていきませんか。ご清聴ありがとうございました。日本は住みやすいでしょうか。私も韓国という国籍を持ちながら日本に住んでいますが、私の場合日本で生まれて日本で育って、そして日本で住み続けています。なので慣れた環境はやはり住みやすいですね。でも皆さんのお話を聞いていると、異なった文化の中で暮らすことの大変さがよく伝わってきます。